びっくりターンどうなってんねん。月がでかいように見せかけて実はそんなないっていうからくり。そこら辺含めて親切度が高いですね。その親切度は知らんけどな。このゴリラはまあ戦いやすい部類ですね。体でかいし食ったほど距離詰めてくるわけじゃないしな。その追撃公開させてやっ。回転切り負けた挙句だけメテをされてて笑う。なんでや、判定はこっちの方が強い技だろうがよ。当たりどころもタイミングも悪かった感じだぜ。あのヘリコプター横からは判定強いですからね。まあリンク上下攻めやすい方だから大丈夫だろ。なんかめちゃくちゃ食らいました。なんで回転切りだけで 30% 食らってんだよ。地下強も入れると 40% 入る。うまうま仕様です。爆弾は外れ。やったぜ。横丁振り回してバーストと。爆弾落とすよりそのまま前に投げた方が良さそうですね。完全に読める場合だけぐらいだな。シンプルに投げて爆発させる人多い気がするし。痛い。ストック並んでも劣勢には変わりないぜ。ダンキー戦って事故も多そうですし、もう一つ。危ね。あ、最近空中頭突きするゴリラ多くない？空中でも地面に埋まるしな。確かに最近急に増えたし、ドンキー界隈で流行ってそうな気もする。追い上げたと思ったらまた撃破されたしな。あそこガードしてもワンチャン割れたので近づかないのが正解でしたね。チャンスだぜ。惜しい。けど間に合ってください。もう一ターン仕掛けるぜ。やっちまったぜ。せっかくの詰めどころだったのによ。今度は崖で固めます。横強がヒット。体でかくて回避も枯れるキャラは楽ですね。ドンキーだけはめちゃ弱いからな。発射。かっけしてくんじゃねえ。まだなんとか追い出し続けるぜ。崖に出せばずっと私のターンです。いますよ。せーの。あー、水素の音。根性で詰め切った私の勝利。えらい長い崖攻防だったぜ。っていうか埋められてから一度もダメージ受けてないんだな。あれから30秒間ずっと崖に追い合ってましたからね。崖に追い詰められるゴリラ。あかん。ジャンプないだろ。お助けください。一応帰れたが、それでもダメージを食らい続けるぜ。何この試合ターン定感がすごい。お互い防御が弱すぎ。あっつね、横スマなら死んでたぞ。まあまあまあ、横スマならギリギリ抜けてましたから。ほんとかよ。にしても掴まれたり空後とかでバーストされるぞ。もう下手な技が食らえません。お前のような猛獣はまた崖に追い出され続けるといいです。ブーメラン絡めたのはいい感じ。惜しい。フィニッシュ。クソが、逆回転切り最後当てるのミスりやすいんですよね。後ろに下がりすぎると当たらないんだよな。よーし、これは来ましたよ。詰めどころだぜ。だからまあまあまあ、こっちのターンは変わりませんから。ここの崖大事だぜ。くっそ。とりあえず技振りまくって汚いんだよな。結局これが強っ。あー、素晴らしい吸い込み。相変わらず後ろも広いんだよその技。